こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、モテる男性はここに気を使うというお話をさせていただきたいと思います。で、女性ってね、本当に結構細かいとこ見てるんですね。細かいところ見てて、実はあなたのあそこもしっかり見てるわけですね。それは何かというと、靴ですね。靴。あなたの靴を結構見てます、女性は。で、例えば革靴でもこうちゃんと磨いてなかったりとかすると、女性はすごくだらしない人なのかなって思ったり、靴が汚れたりするとなんかこうしっかりしてない人なのかなって思ったりするんですね。あなたの靴しっかり見られてますので、例えば革靴だったらちゃんとね、デート前は磨く、これでも当たり前ですけれども、ちょっとねこう忙しかったりするとなかなかできなかったりとかね、する時ってあると思うんですけれども、靴を磨いたり、靴の汚れ、スニーカーは推奨してないですけれども、ちゃんと汚れてないかなとか、靴がすり減ってないかなとか、そういうとこもしっかりねチェックして、デートに臨んでください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。コメント欄から LINE のお友達を募集してます。毎日違うことつぶやいてますので、楽しみにしててください。電子書籍の URL も貼り付けてありますので、ぜひ、ご覧ください。ではですね、メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。では、ここまでになります。ありがとうございました。